地球の海洋部分は全体の約 5% しか十分に研究されていません。2011年に発行された雑誌プロスバイオロジーに発表された研究によると、海洋には約220万種の生物が存在し、そのうち知られているのは約19万4400種のみだというのです。こうしたわけで、当然の結果、海に潜るダイバーは想像を超えるような存在に出くわすことが重々にあるのです。調査船ノーチラスが深海で摩訶不思議な生物を見つけました。これは太平洋の深さ790メートルの場所でした。幸いなことに、研究者たちはカメラでこの時の様子を捉えることができました。専門家によると、この奇妙な生物はディープスタリアクラゲだということです。体がとても薄いビニール袋のようなクラゲです。ビデオ撮影に成功したおかげで、この生き物がミズクラゲの仲間であることが確認されました。クラゲを大量に観察してきた専門家でさえ、ディープスタリアクラゲは太平洋で最も神秘的な海洋生物であるといいます。ダイバーのスティーブ・ハサウェイさんは、ニュージーランドから50キロ離れた小さな火山島近くの海中で、長さ8メートルの生物の撮影に成功しました。ビデオがインターネット上に投稿されると、多くの人がビデオに映る神秘的な半透明のモンスターの話題に夢中になりました。しかし、生物学者はモンスターだとは考えませんでした。これは光ボヤという生物で、ごく小さな湖虫がたくさん集まって大きな中空円の筒状の群体を作ります。円筒形の群体は一端が開いていて、巨大な吹き流し、あるいは半透明の巨大ミミズのような姿をしています。群体はこのパイプに泳ぎ込んだ植物プランクトンを食べます。その希少性と発光することから、光ボヤは海のユニコーンと呼ばれることもあります。極地に生息する種はごくわずかです。現在までに確認されている最大の光ボヤは18メートルの長さでした。海の最も観測困難な場所の探索をミッションとするアメリカの遠征隊ファイブディープスエクスペディションの隊員たちが新しい調査結果を発表しました。遠征隊はインド洋の最も深い地点であるジャワ海溝の調査を行い、水深7729メートルの場所で糸に吊るした風船のような驚くべき生物の姿をカメラに捉えました。研究者によると、おそらくこれまで科学界に知られていなかったホヤの一種であろうとのことです。ホヤの仲間は成長過程で変態する動物として知られ、幼生はオタマジャクシのような形態で動き回り、原始的な脊椎のようなものを持っています。しかし、成長とともに原始脊椎は完全に消え、さらにそこに定着し動きを停止します。ホヤの大きさは種類によりますが、通常 0.1mm から 30cm です。パリ周辺の海底を探検したダイバーが13本の足を持つ珍しい緑の生き物の姿をビデオに捉え、インターネットに投稿しました。このエイリアンは海底を張って移動し、食べ物を求めて大きくて透明なフードを膨らませます。ビデオを見た人は皆驚き、一体何の生物であるか疑問に思いました。科学者たちはこの生き物はウミウシの一種であると特定しました。ウミウシの仲間の軟体動物は主に暖かい海域に生息します。体の構造上の特徴としては、外殻と外頭膜がないことが挙げられます。毒を持ち、鮮やかな美しい色のものもいます。このバリで撮影されたビデオのすごいところは、食べ物を捕まえる瞬間を捉えることができたという点です。ウミウシの進化は人類の家庭用電化製品の発明よりもはるかに先を行っています。この軟体動物は独自の内臓真空クリーナーを使用して、進行方向に存在するものすべてを吸い込みます。視力が悪いため、狩りをするときには自らの頭部を広げてネットのように使用します。獲物がウミウシの感覚神経の一つにでも触れた瞬間、ウミウシのネットとなった頭部はすぐに折りたたまれ、獲物を逃しません。
海底で先史時代の森を発見するなんてことが可能でしょうか。実はあるダイバーがそのような発見をしたのです。これについてはライブサイエンスで報告されています。報告にはビデオレビューが添付されていますが、調査が行われている間は非公開となっています。この水中森林は湿地で育つ沼杉の森で、木の幹は直径2メートルに達します。木々はアメリカ・アラバマ州のモービルの海岸から数キロ離れた場所にあり、約 2.5 平方キロメートルに広がっています。森は魚や他の海洋生物にとっては良い住処となっています。報告によると樹齢は1万2000年とされていますが、放射性炭素法による測定では森林は5万2000年前から存在するとされています。2005年にこの土地を襲ったハリケーン、カトリーナにより木々が海底表面に運び出されたと科学者たちは考えています。それまではこれらの沼杉は海底中に隠されていたため腐敗しなかったのです。昔から存在はよく知られていますが、だからといってハリセンボンのインパクトが薄らぐものではありません。こののんびりとした魚は危険を感じるとボールのように膨らみます。通常トゲは魚の体にしっかりと寝た状態になっていますが、危険を察知すると魚は体の大きさをほんの数秒で何倍も大きくします。ごく普通の小さな魚が5センチもある鋭いトゲのついたサッカーボールほどの大きさになるのです。このトゲは山嵐のトゲに似ています。ハリセンボンはトゲを持つだけでなく、皮膚や肝臓にも強い毒があり、捕食者にとってかなり危険な相手です。ハリセンボンはサンゴの近くに大抵1匹で暮らしています。小さくて動きの遅い魚は簡単に捕まる獲物のように見えますが、迂闊に飲み込もうとすればそれは命取りです。サメやカマスがハリセンボンを食べようとして死んでしまうことも珍しくありません。飲み込んだハリセンボンが喉に引っかかって、そのことが死因となります。ダイバーのバルトロメオ・ボーブさんと深井ガラペさんはブラジルのフォルモサ川の底を探索しているとき、巨大なアナコンダに出くわしました。恐ろしい大蛇アナコンダについては、大きさを何倍にも誇張したような数多くの伝説が長年語られてきました。そのような面白くて好奇心をそそるような神話は現実とかけ離れていることもあります。とはいえアナコンダが危険な生き物であることには違いありません。大人のアナコンダは大人の人間を簡単に丸飲みすることができます。2人のダイバーによると、彼らの見たアナコンダの長さは7メートル以上ありました。ボーブさんは取材に答えて話しました。ボニート地域の川や湖は水が透き通っており、アナコンダを見ることができる南アメリカ唯一の場所です。アナコンダは水中ではとても穏やかで、人間やカメラには全く興味を示しませんでした。アメリカの研究者チームオーシャン X は、別名恐竜ザメとも呼ばれる深海に住むカグラザメを撮影しました。それまで自然の生息地でカグラザメを見た人はいませんでした。このサメは2億年前の祖先とほぼ同じ姿をしており、これは進化の謎とされています。会見でオーシャン X は次のように説明しました。カグラザメは多くの種の恐竜より先に現れ、以来深海生態系のトップに居座り続けています。深海種であるため生息地で見つけることはかなり困難です。カグラザメは永遠の闇に包まれた熱帯の海、約2500メートルの深さの場所に住んでいます。大人の体長は約8メートル、輝く緑色の目を持ち、小さなノコギリのような歯を使って腐肉を食べます。寿命は長く80年くらい生きるとされています。海底調査のためオーシャン X の研究者たちは特別な装置を使用し、エレウテラ島の沖合の水面下に潜りました。最初の3日間は失敗続きでしたが、4日目の夜は幸運に恵まれました。おとりの餌に惹かれてカグラザメが潜水機のライトが届く範囲に姿を見せたのです。サメは潜水機の周囲をぐるりと回り、匂いを嗅ぎ海底の沈殿を立てました。研究者たちと巨大なサメを隔てていたのは潜水機のコックピットガラス1枚だけでした。
このカグラザメはかなり好奇心旺盛で、研究者たちをじっと見つめ、潜水機にそっと触れました。しかしサメは潜水被害に準備された餌に気づくと、バラバラに引き裂き、研究者たちを震え上がらせました。さて、このように人類未踏の水中世界は実に様々な生命体であふれています。誰かがそこに潜るたびに新しい生物の世界が開かれます。もし皆さんが今回ご紹介したような見慣れない海洋生物に遭遇したら一体どうしますか？ぜひコメントにお書きください。いつもご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。